こんにちは。豊かな緑の地、緑茶の首都とも言われているボソンのマスコット、ウィドリです。私はタヒャンイです。5つの峰を持っていたとして、お盆と呼ばれるボソン、トクランミョンのお盆さんはカルバイで有名です。カルバウイ以外にも、ケグリバウイ、ボライバウイ、ボソンバウイ、テジョバウイなどいろんな岩があります。その岩の間に深い洞窟がいくつも形成されていますが、その洞窟に石を投げ入れると、その石がトクリャン湾の海の方に出ていくという伝説が伝わっています。昔昔、ボソンに住んでいたイムさんという人と彼の友達はお盆さんのカルバウイを見に行きました。いや、素晴らしい景色だな。おい、イムさん、あそこがドゥクリャン湾でドゥクリャン島も見えるね。あれ知ってるか？ここのカルバウイの下の洞窟に入ったら、あそこのドゥクリャン島へ出られるんだって。嘘だろ、そんな。だったら俺が入ってみて確かめてみるよ。お前が？腰にクズのつるを巻いて入るから、お前はそれをつなげてちゃんと持ってるんだぞ。でも危ないぞ。俺が水に触れたら合図を送るから引き上げてくれ。おう、わかった。それでイムさんは友達を信じてクズのツルを腰に巻いたまま洞窟の中に入ります。ところが友達は誤って握っていたツルを離してしまい、イムさんは墜落してしまいます。うわあ！どのぐらい時間が経ったのでしょうか。落ちて死んだイムさんの霊が自分が死んだことは知らずに洞窟から這い出ました。ああ、眩しいな。イムさんが村に降りてくると、一人の農夫が田んぼでお昼ご飯を食べていました。いや、お腹が空いたな。飯でももらおうか。イムさんは農夫のところに行って座りました。しかし農夫はそんなイムさんに目もくれず、ご飯を食べ続けていました。いや、一緒に食事でもしようと声もかけてくれないね。この白状も飲め。えい！イムさんにほっぺを叩かれた農夫はその場で死んでしまいました。ほっぺたを叩いただけなのに死んでしまったのか。それ以来イムさんはこれに楽しみを見出し、あちこちへ歩き回りながら人々を殺してご飯を奪って食べ歩きました。そして自分が住んでいたところへ戻ってきましたが、そこにはもう他人が住んでいたのです。あれ、お前は誰だ？俺はこの家の主人だけど、そういうあんたは誰ですか？俺こそこの家に住んでいたイムというものだ。イムさんって、俺はその方のひ孫なんだけど、これって一体どういうことなんだろう？イムさんが亡くなってから1年が10年であり、10年が1日のような歳月が過ぎていたのです。その時のことでした。近辺にあるケフン寺からお坊さんが入ってきました。イム様、いらっしゃいますか？私ですが、どちら様ですか？ケフン寺の住職があなた様にお会いしたいとおっしゃったので、お迎えに参りました。ここにしばらく入っていらっしゃってください。イムさんが入るや否や、蔵の扉が叩き飛ばされてしまいました。イムさん